新谷正義は、日本の政治家、医師、自由民主党所属の衆議院議員、総務副大臣、元厚生労働政務官、自民党厚生関係団体委員長、厚生労働部会副部会長、国土交通部会副部会長、青年局次長、組織運動本部団体総局、運輸、交通関係団体委員会副委員長を歴任。 広島県東広島市生まれ青い保育園に入園後、東広島市立川上小学校入学。その後、愛媛県松山市の愛光学園に入学し、同高等学校を経て、帝京大学医学部医学科を卒業。2001年3月、国家試験に合格して、医師として日本赤十字医療センターに入局し勤務。2004年、 東京大学経済学部の学士入学試験に合格、経済学の知識を学ぶ。その後、茨城県鹿島市に医療法人、春岡井を設立。鹿島市や札幌市に病院を建設し、病院長県理事長として活動した。2012年、自由民主党が実施した参議院茨城県選挙区の公募に応募。最終審査まで残るも予備選で、前、 茨城県副知事の高津亮介に敗れた。同年12月、第46回衆議院議員総選挙に、自民党から比例北関東ブロック単独で出馬。比例順位33位と、変いながら、自民党大象の余波を受け初当選。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に、自民党から比例中国ブロック単独20位で、出馬し、再選。 2017年10月、第48回衆議院議員総選挙には、不祥事により自民党を離党した中川敏直に代わって、広島4区から出馬し参戦。2018年10月、第4次、安倍改造内閣で、厚生労働政務官に就任。2020年9月18日、菅義偉内閣で、総務副大臣に就任。2021年に、 愛好高校の先輩にあたる谷脇康彦、総務審議官らが絡む東北新社役職員による総務省幹部接待問題の発覚を受け、当初総務省内に立ち上げられた有識者による検証委員会でトップに就くと発表されたが、その後第三者のみで委員会を構成することに変更された。ありがとうございます。